治療に使用する装置中性子の照射を幹部に限定するための装置の模式図足中性子線治療は放射線療法の1、手法。線形加速器、サイクロトロン、シンクロトロンなどの加速器から幹部に中性子線を照射する。世界で最初に行われた粒子線によるがん治療が 即中性視線治療で1938年9月から1943年2月にかけてローレンス・バークレー国立研究所で250名が主に60インチサイクロトロンで治療され17名の長期生存が得られたしかし皮膚、骨などに強い障害が生じて一時中止された1966年にイギリスで再開され 日本国内では放射線医学総合研究所で1969年にバンデグラフ型加速器を使用した即中性子線治療が試みられ、1975年にはサイクロトロンによる即中性子線治療が開始された。生物学的な効果は X 線治療の4倍、陽子線治療の3倍とされる。唾液頭部様骨、 南部組織肉種、前立腺腫瘍、統計部腫瘍などに有効性が認められたものの、脳腫瘍、食道癌、水臓癌、子宮癌、膀胱癌などは効果が見られず、前立腺癌治療の板期直腸障害をはじめ、板期障害が標準放射線の治療よりも高く、治療施設、照射方法によって発生率が大きく異なることが判明した。 日本国内では1970年代から1980年代に進められたが皮膚潰瘍などの副作用があり大掛かりな装置が必要なのでガンマナイフやサイバーナイフ重粒子線ガン治療のような他の手法の実用化に伴い日本国内では下火になり現在は中性子補足療法が試みられる高速された中性子線を照射すると組織中の主に 水素原子核から陽光を弾き飛ばしながらエネルギーを失って、その過程で主要細胞のデオキシリボ核酸に損傷を与える。中性資源としてはサイクロトロン発生速中性子14メブと D 速中性子が使用される。ありがとうございます。